はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスター 3&ムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで、待ちに待ちました。本日解禁、メガ馬車もうということで、今日はメガ馬車会でございます。やっとですね。ほんとやっとですね、マジで。ようやく解禁されました。まあ、この前、先月か先々月にあった公式大会ですね。WCS ルールの、ジャパン予選のやつに出場した人はもらえるという感じで、もうシリアルコードが今 PGL に出てるんで、皆さんも早速ね、ダウンロードしていただきたいなというふうに思います。で、今日使うメガバシャーモは、今まで使ってたバシャーと同じ型でいきたいと思います。まあ、多少素早さが上がるので、その素早さ削って耐久に寄せるっていう、こう、調整も全然できるバシャーモなんですけども、まあ、その辺は、多分強い人が、あーだこうだ、いろいろね、調整してるブログとかが、まあ、過去にいっぱいあると思うので、6世代とかもね、あると思うので、まあ、そちらをご参考いただいた上で、まあ、僕は、とりあえず純速でやっていこうかなというふうに思います。で、技構成もフレドラ飛び膝守るは固定にしておいて、ラス位置をね、とりあえず今リザが多いんでなだれにしてみたって感じです。リザとかマンダとかに多少の打点が取れるので、まあそういった意味でなだれがいいかなと。まああとは水系見る上でもライパンとかもありだと思うし、まああとは身代わりとか、バトンタッチとか、いわゆるメガ馬車だからこそ、あえてそういう技を入れるっていうのも手なんで、まあ何でも全然ありだと思います。それだけまあカスタマイズ性も高いので、パーティーによりけりいろんな調整、いろんな技構成にしてみてはいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日のパーティーは、まあメガ馬車をとにかく活かそうということで、ちょっとガッチガチに固めてきました。結構このパーティー自体めちゃめちゃ強いパーティーだと思うので、ちょっと皆さんもぜひよかったら使ってみてください。では、行きましょう。メガ馬車会です。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いしまーす。因縁の相手ですね。いいですね。バシャリザがこうやって対面するとなかなか燃えるものがありますよね。そうですね。なかなか結構、ただ、バシャがうまく回れば勝てそうですけど、バシャがうまく回らないと負けそうなパーティーですね。ざっくり言うと。ざっくり言うとそんな感じですけど、まあ多分この3匹感じじゃないですか。ランドバシャナット、ちょっとバシャナットサンダーで今日やろうと思ったんですけど、ちょっとサンダー僕持ってないので、ランドロスにちょっと代役を頼んでる感じですかね。そうですね。まあ一番ミトムがちょっと辛いんで、ミトムをこううまくナットでかわしていくのが綺麗かなっていうところですかね。あとはリザが何リザなのか、ちょっと Y っぽい雰囲気は漂ってるんですけど、でも相当も言い切らないかな、ぐらいな感じな、感じですね。Y65%、X35% ぐらいな感覚で立ち回りましょうか。で、いいんじゃないですか。あとは耳、まあ投げても投げなくてもですけど、行きましょう。はい。はい、対戦よろしくお願いします。どうですか？まあ、初手はガッサか月光だと思ってもらっていいかなっていう気がしますけどね。うん。まあ言うてガッサも全然増えてるし、でもなんか落ち着いてきた感はありますよね、ガッサの増え方に。なんかうじゃうじゃ増えまくってたガッサだったけど、そこでだいぶ止まった感。月光が、うん、月光ですか。スカーフ月光みたいなランドロスとか、なんかあれですよ、ポケコとかに親殺されたのやめてくださいね。とりあえずトンボ打ちましょう。はい、さあスカーフがバレてしまうが、それでよろしい。ついよちょっと待って、それは予想外すぎる。ちょっと待って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 、どうしようどうしようどうしよう。ちょっと待って、それ考えてなかった。ちょっと待って、それ考えてなかったんで、ちょっと馬車から入りますか、じゃあそうしたら。全然考えてなかったんですけど。いや、納豆の方が良かったかな、ミミッキュとか考えたら。ミミッキュ考えたら納豆の方が良かったですかね。いや、でも一回ランドどうせ投げて、まあ、多分なんかどうせランドもう一回投げ直すタイミングだろうなって思ったんで、こういう投げ方したはしたんですけど。ロトム。結構悩んでたんで、裏もしかしたらガールドかなってちょっと思ってたりするんですけど。まあ、一回ちょっと見ますか。トリックって可能性も全然あるんで、ちょっと見ますわ。見ます。Z もあるし、お盆もあるし。電磁波、おー、いい技持ってる。いい技持ってるね。なかなか面白い技持ってるじゃないですか。したらここ飛んでくるのは水技なんで、ナットです。はい。スト。あ、マジ。まあ、確かに居座ってもですからね。
なんだろう、リザか、リザですかね、それこそリザ。はい、どうしますかね、これちょっと悩ましいっすね、ここね、ここちょっと悩ましいっすね。多分 X だと思うんですけど、まあこっからランドから入ってガンプー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 ですかね。そしたらまあ X だとしてもガンプー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 でいいと思いますし、まあ回れちゃってもまあリザの振り方次第ですけど、まああんまり自信はないのでって感じですかね。はい、リザ Y なら S 抜かれないからいい感じにいけるんじゃんって思うけど、どうすか。ここは放射でしょう。じゃあリザ居座りだったら、ニトチャはちょっとできればノーサンキューでお願いしたいんですけど、はい、オーバーヒー、耐えないか、まあただこれで馬車が完全に動きやすくなったんで、超絶動きやすくなったんで、ここ勝負ですね、馬車の。オッケー、行きますか。さあ、泣いて喜べ、見て笑え。これが、バシャーモ様の、メガ進化じゃけ。リザ引っ込める。おー、いいでしょう。いい度胸ですね。いい度胸ですね。メガバシャー様止まりませんよ。メガ進化、うおー、全国1億2000万人のメガバシャーモファンの皆さん、大変長らくお待たせしました。メガバシャーモ解禁、なだれ、ピュン。さあ、行きますか。ぶち込みますか、ロトムに。電磁波使ってきたんで、スカーフはもうありえないんで。吹き飛ばしましょう、君のことは。おらー、あーうわーつら。はぁ、だがなー、S はもう2段階上がってるんだよ。今回麻痺は弱体化した。そう、バシャーモは電磁波で止められなくなったんだ。ましてやメガバシャーモ。そう簡単にやすやすと止められるとでも思ってるのか、ウォッシュ。はい、対戦よろしくお願いしまーす。ゾロワーク。ゾロワーク。ゾロゾロ出てくるゾロワーク。これはなかなかやらしいポケモンですね。ランドから入って、ナット投げて馬車ですか？ですかね。テテフに乗っかってもいいですけどね。パルに行ってもいいですけどね。パル行った方がいいかな、これ。パル行った方がいいかもしれないな、もしかしたら。ナットじゃないかもしれないね。ナットじゃないかもしれないですね。馬車の止め方はね、この辺で止めるのが一番綺麗な気はするんですよね、全体的に。まあ、こうかな。これで行きましょうか。対戦よろしくお願いします。ちょっと馬車がなんか、あの、裏で2、3戦最初にちょっと練習で潜ったんですけど、その時馬車無双してて、あ、これいけんやんって思って、録画ボタン開始したら一切馬車が活躍できてないって、どういうことじゃねん、これみたいな。そんな状況なんですけど。てテーフー。てテーフー。これは、どうしましょうかね。どっちだと思います。どう思いますほう。早いですね。早いですね。やけに早いですね。あれ、こんな早かったでしたっけ。こんな早いか、確かに、そっか。ってことは、スカーフですね。スカーフテテフですね。ま、とりあえず、自信打っとく？打っとくだけ打っときましょうか。テテフでしょ？ですよね。さあ、ゴキネシス。なんかあれですね。スカーフランドロスだからこそ、この見抜けた感じありますよね。まあ、一応、スカーフ、どうなん？スカーフゾロワークっていう可能性も泣きにしもあらずですけど、まあ、バレバレでしたね。正直ね。よし、オッケー。とりあえず一個突破。で、まあ、裏にゾロワークがいるかいないか。え、こいつがゾロワークって可能性も全然あるか。全然あって、でもラス1多分馬車なんじゃないかなって思うんですけど。うん。なんかそんな気しますよね。
そんな気するんで、とりあえずまあ、首だけへし折っときましょうかなって感じですかね。はい。向こうからしたらこっちスカーフなのバレてないので、まあ、この地震はかなり通りやすいし、まあ、おっかしいぞスカーフが、ぶっ刺さってましたね、スカーフランドが。スカーフランドぶっ刺さってましたね。ラス1ミミッキュですか？おー、なるほど。じゃあラス1ミミッキュだったらミミッキュ取っといたら勝ちなんでミミッキュしましょうか。おー、ぶっ刺さってましたね。まさかまさかのゾロアークさんですか。これはまあ、まあ守りましょうか。すげえな。ゾロアーク難しいですよね。僕もね、実はゾロアーク回作ろうと思って、ゾロアークシーズン2ぐらいに作ってたんですけど、作り方ミスっちゃって、あ、もうなんかいいや、やる気なくしたわ、つって、なくしちゃってる状況なんですけどね。はい。とりあえずこうやって、何してくるか、不意打ち。ん？不意打ち通る？通る？サイコフィールドあるから大丈夫。え、大丈夫だよね。一応まあ、フレドラで、はい。一応1食らっちゃいますけど。はい。はい。はい。やることが多分ないんでしょうね、そしたら。うん。多分、ゾロアークもういいや、捨てで、もう霧でいいや、ラス1ミミッキュだし、で、ミミッキュバレてるし、みたいな感じだと思うんで。で、ここでどうするかですよね、相手からすると。Z 消費してくれるんだったらこっちの Z がぶっ刺さるし、Z 消費しないんだったらそれはそれだしって感じだし、これはまあ普通に相手の首一回へし折って、で、かね。っていう動き方が一番いいかなって気はしますけど。うん。まあ多分馬車相手だから Z 消費せざるを得ないと思うんで、向こうからすると。なんでこれはかなり美味しい立ち回りなんじゃないですか。めちゃめちゃ情報アドが取れまくってる。ジャレぐらいだったら耐えない。耐えていく。ただ、一旦ちょっともったいない消費の仕方しちゃったかもしれないんで、ここ影打ちが微妙に刺さる感があるかもしれないけど、まあでも、どっちにしろでしょうね。命の玉だっていうのがバレちゃったんで、もう勝ちでしょう。もう勝ちですね。もう勝ちですね、さすがに。はい、オッケー。もうこれは、綺麗に、情報アド、ごっつんゴールですね。もう、なんか、こんな情報アドいただいた状態で戦っていいのかレベルなんですけど。まあ首が折れてる方と首が折れてない方で、しかもこっちが Z 持ってて向こう Z 持ってない。こんなに楽なあれはないですよね。はい、ありがとうございます、影打ち。あざっす。じゃあ、ドヤ勝利 Z をね、ぶっ込んで終わりましょう。なんか全然馬車が活躍できてないんですけど。どうなんですかね、それは、みたいな。はい、対戦ありがとうございました。いやー、ゾロワークの見抜き方っていう動画にしてもいいですね。なんかそれぐらい綺麗に見抜けてますね。いいゾロワークでしたね。ありがとうございます。はい、対戦よろしくお願いします。ほう、アラレパっすか。いいですね、いい感じ。いいっすね、アラレパはなかなかいい対面な気がしますけど、ただまあ、アラレパで素直に来るのかなっていう気もしなくもないんで、とりあえずナットから入っていこうかなってところですね。で、さすがにアラレパ見えてるんで、ランドは投げにくいので、恨みましょうか。うん。ミミッキュかな、テテフかな、どっちかなですけど、まあ、ミミッキュかな、ぐらいな、印象ですかね。テテフでもいいけど、テテフだとちょっとそうね、ミミッキュの方が綺麗な勝ち筋見えそうな気がするんで、テテフよりはミミッキュかな。はい、対戦よろしくお願いします。ちょっと馬車が全然なんか活躍する試合が取れないんですけど、マジで。ちょっと馬車活躍させたいんですけど、僕はそのために今日はメガ馬車会、もう待ちに待ったメガ馬車会をこう息を揚々と収録してるんですよ。頼みますよ、おやっさん。ブオーマンだー。あー、どうしようかな。怖いなー。ブオーマンだ、怖いなー。最近特殊がじわじわ増えてきてるからさ。なんかあんま悠長にこの対面もさ、居座っちゃいけないのかなってよく思ってるわけですよ、僕は。そうっすね。まあ、知らんって感じですね。炎技飛んできたら知らんって感じですけどね。こう、居座りますか。
特殊ですね、じゃあ。身代わりっていう可能性もある。身代わりマンダも増えてきましたよね、なんかいろいろ。ハイボー！おっと、ハイパーボイスなんですね。特殊型なのに、あれなんですね。はい、オッケー。特殊型なのに、文字覚えてないんですね。ちょっと怖いんですけど、それ怖いんですけど。まあ、一応上2体のためにナット出したようなもんなんで、まあ、全然確率ありますけど、ちょっとまあ、ナットは安全圏内から様子見ましょうかねって感じですね。まあ、身代わり張れるターンではありますが、ただこっちとしてもあんまり引きたい相手がいないので、ここはまあ、素直にステロ行きましょうか。まあ、文字飛んできたら3球ですね。ステロ、バック、キューコーン、はい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 。かわいい。綺麗。どうしようかね、これ。どうしますか？とりあえず、あ、でもそうか、あんこがあるのか。あんこあるから、ここステロ巻きはあんまり良くなかった。まあでも逆に言うと、ここあんこれ、あんこやられちゃったとしても、あ、でもあんこさせちゃうのがやばいから、だとしたら、ちゃちゃっと馬車投げときますか、ぐらいな。タスキ球根なのか何球根なのか知らんけど、みたいなとこではあるよね。うん。ちゃちゃっと投げましょう。はい。馬車投げー。で、オーロラベール。あ、そのまま来ましたか。そう、何球根だろうな。どっちですかね、持ち物が。多分、壁じゃないと思うんですけど、ただこのパーティーによくあれですね。馬車飛ばし、馬車じゃなくて、飛ばしてきたな、アラレパーっていうのはちょっと思うけど。思うけど、まあでもいいか。まあまあ守って、3段階ぐらい上がれば多分、いくらあれでもいけるでしょ。マンダ、うん。やっぱりあれですね。これさ、ステロアラレめっちゃ入ってさ、どうにかならない。え、雪崩で落ちないっすかこのダメージ。無理。さすがに無理かこれ。アラレでじりじり削ってたら無理。無理かな。一回守りますよ。はい。いや、身代わられたら、身代わり跳ね休めは知らん。はい、ボハイ。行かないかな？無理か。で、こっちで S 抜いてるんで。いや、メガ馬車の火力あればさ、行ってくれそうな気がするんですけど、半分ぐらい。無理かな？うわぁ、めっちゃ欲張りてぇ。めっちゃ欲張りけぇてぇけど、欲張ったらって感じだよね、実際問題。いやぁ、まだ落ち着け、まだ落ち着け。お前の活躍はこれからまだあるってか。そうだな、そうしとこう。まだ落ち着こう。まだ落ち着こう。まだだ。いや、多分落とせると思うんですけど、メガ馬車の火力とかもう全然覚えてないですよ、みたいな。ハイパーボイス、はい。まあ、いいダメージですね。で、アラレのダメージがしっかり入って、ちょっとアラレのターンも見て、あー、てか、そっか、壁があるからやっぱ行かなくて正解ですね。早まるなですよね。壁飛んでましたね、完全に。危ねえ、危ねえ。ヤンキーはするべきじゃない。で、はい、アラレ何ターン、アラレあと3ターンなんで、球根の持ち物が分かったんで、ジャイロかな？はい、棒。まあ、どっちにしろ、でしょう。はい、オッケー。いいよ。で、アラレがだからそろそろなんで、ここで壁切れますよね。で、ここで壁切れるんで、ここで馬車投げが正解か？で、馬車投げて、で、一回守ったら、マンダ倒せるんで、で、上から殴りまくっていけば、勝ちなんじゃないですか？どうですか？一回守ります。はい。どうですか？詰めましたか？これ。だって、タスキじゃないもんね、キューコンね。バレちゃったもんね。ドパーン！ドパンもだって Z でしょ？多分。え、もうこれ勝ちでしょ？え、どうしよう。え、もう一回守る？一応もう一回守ります？ちょっと、どこまで振ってるかわからないんで。多分、1加速でメガ馬車抜けてると思うんだけど、まぁ、ちょっと念のため。あー、でもそっか、Z、ぶっち破られるのか、地面 Z。守るわ。わかんない。ドパンがどこまで振ってるかわかんないから、多分これ正解だと思う。いけると思う。地面 Z は貫通しても耐える。以上。はい。
自信 OK 勝った。よし。さあ、もう何もできないな、君たち。君たち何もできないな。もう、止まらんぞ。メガバシャさん止まらんぞ。このタイミングを待っていたんだ、俺は。さあ、まず一つ、うらー。はい、突破。これもしかしてマンダステロダメージ入るからフレドラでいけます？もしや。もしやいけます？もしやいけます？やっちゃいます？馬車で三立てやっちゃいます？いよいよ。いよいよ。ようやく。いけるか。これが本来のメガ馬車の強さってこと証明しますか。ちなみにメガ馬車アーモのラストワンウェポンは全然何でもありですからね。と、何でもありです、本当に。剣前もありだし、ライパンもありだし、バトンもありですから。意外とバトン見られないから。あと、守るを身代わりにする馬車も全然ありですね。何でもありです。それぐらい、何でもありです。あられで落ちないよね。大丈夫ですよね。まあ、裏耳っけなんで、いいか。オッケー。うおらー二つ目ズン。まあ、おそらく、メガ馬車の登場で、もう、アローラ急行見ることはなくなるんだろうな。多分な。最後のあられパだと思って、やっつけちまおうか。オッケー。ラスト一発は、もちろんしっかり、一応、リザ対策のために入れてきた、なだれで締めましょうか。マンダ対策にも、まあ、いい感じになるんじゃないかな、ぐらいな。ね、結構、意外と、なだれは、割と今の馬車には、なんか、メガ馬車には最適な気がしますね。普通の馬車だったら、俺、剣前の方が強いかなって、個人的に思ってるんですけど、さあ、ステロダメージもしっかり入り、あられも降っちゃったんで、勝手にあられダメージで削られていくボーマンダもいるけど、あ、これあれですね。フレドラで落ちますね、多分。さよなら。おらー馬車の三立て撃対戦ありがとうございました。僕満足。これが取りたかった。これがメガバシャーモの真の強さ。まあこれから一気にね、リザが逆風向くでしょうね。まあ後半どこまでね、バシャが増えてリザが減るか見物ですね。っていうところと、まあかのメガクチタンとメガヘラは戦々恐々としてるわけですけど、馬車は馬車で対策は割としやすい方なんで、まあ、しっかり対策してレートを上げていく感じにいたしましょうということで、まあ、五三家メガ進化、三連戦第一戦馬車でした。明日は、あっちを使います。お楽しみに、モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ本日からプロ野球セパ交流戦始まります。今年のキャンペーンガールはモーニング娘。ワンセブンです。ちなみに今日のロッテ阪神戦で牧野マリアちゃんが始球式やるんで、ぜひ皆さん見届けていただきたいと思います。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。せっかっぱっか。